てーってーてーねー。複雑に入り組んだ社会に鋭いメスを入れ、様々な疑問や質問にお答えするファンコイさんの時間でございます。局長のロッキーでございます。テンテンです。さあ、局長、今日の依頼をお願いします。こんな依頼が舞い込んできました。はい、読んでください。俺が読むから。初めまして。謎のギブソンを所有して悩んでいます。父が1977年ギブソン本社に問い合わせをし、1931年製ですの返事をいただきました。はい、しかしヘッドにギブソンのマークはなく、大手買取業者にも不可能ですと言われました。不可能？はい、買取がってことか。そうです。いろいろ問い合わせてみましたが、当時同名のギブソンさんが制作したんじゃないですかと大手楽器屋さんに言われました。このギターの正体を調べていただくことはできませんでしょうか。よろしくお願いしますと。おお、まさしくうちを探偵だと思って、はい、送ってこられましたね、この問い合わせ。はい、有料でも構いません。はい、はい、ベッドの周りに何もかも脱ぎ散らしてて、てて、ね、週末だけの。この前ね、はい、リバーブで、はい、30年代のギブソン買おうとしたんだよね。はい、ギブソンっていうか、はい、ギブソンの OEM のギターを、はい、そしたらなんかポチッとしたら、うん、あ、これは僕のミスだ、ごめんよみたいな感じで、うん、あの、日本には送れないよみたいな。あ、連絡が来たわけね。そうそう、うん、買えなかったんですよ。あ、なるほど。はい、まあ、そういうこともあったから、ちょっとこの楽器にはすごい、あの、楽しみにしてる。楽しみです。じゃあもし、あの、もう買い取るなら俺は買い取ると。確かに物が良ければもう全然いいっすね。あれ、あ、古いですね。古すぎて、これあの崩壊しかかってる紙のやつだ。軽っ、軽っ、怖っ。これでもさ、普通に捨てられるレベルのボロさだよね、今のところね。いや、これ未来出てくるんじゃない。いやー、怖いですね。待ってください。はい。あ、スメルズチェック。あ、違う。え、嘘。あれ？あれ？ちょっと待って、何これ。なんかあの、粉っぽい。粉っぽい。あれ、やばいですね。あれ、いけませんね、これは。あら、大丈夫ですか。これなんだ。開けます。はい。おぉ、あれ？あ、かっこいい。お、こんなんがあるんだ。てってってね。うお、うん、このね、ガードを、まあ、後からつけてんのかな、これは。縮んでも、めっちゃ縮んでるよ。ちょっとギブソンっぽいよね。3ミリずつぐらい縮んでるから、相当縮んでるよ、これ。ギブソンギターって書いてあるね。え、どこに？中に？中に。え？見して。あ、本当だ。うわあ、写真は分かんない。これオービル・ヘンリー・ギブソンじゃないのかな。ああ、確かに確かに。これは確かにね。え、ギブソン感あります？このなんかトップ材の感じ、トップのこの。でもギブソンかは分かんないね。え？ちょっと難しい。なんかでもさ、なんか言われてみるとギブソンを感じる、このヘッドのなんか、はい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 、はい、このなんかこの辺とかさ、はいはいはい、古いギブソンこういう感じの、はい、え、これどうなんですか。いやこれネック材とかなんだろうね。これ指板は黒く塗ってあるパターンだね。だから高いモデルじゃなさそうだよな。ちょっとなんて書いてあります、ギブソンギターで。U.S. セントルイス。セントルイス。で、まあ、とある楽器店に問い合わせたんですね。はい、ギブソンとのやり取りの処理、かなり珍しい資料ですね。1939年から42年の間にわずかにガットギター、各クラシックギターを製造していますが、先日お送りいただいた画像等と比較しても作りそのものが違うように思われます。うん、ギブソン製のクラシックギターは1960年代製のものしか私も見たことありませんと。いやー、クラシックギターは俺もほとんど聞いたことない。やっぱ1931年にクラシックギターを制作したという記録がありませんと。ありません。はい。おう、え、これは31年生っていうことはもう分かってるのかな。ギブソン社のクラシックギターは1950年代以降となります。なるほど。
やはりあの皆さんギブソンではないんじゃないかっていうお答えが、あのね、はい、匂いがギブソンじゃないっすね。確かに全くあの匂いがしない。わあ、まあ俺の匂い判定ではもうちょっとギブソンじゃない気がしてますけどね。ここは結構あれじゃないですか。あ、本当だ、信頼できそうなとこだ。はい、ギブソンの楽器ではないと思われます。ああ、やっぱり。はい、セントルイスはミズーリ州にある。やはりね、あ、そもそもね、ギブソン社はミシガン州のカラマズーが発祥の地です。長い間ギブソン社の歴史の中にセントルイス製の楽器は存在しません。ギブソン社からの手紙の文には1931年製と記されていますが、うん、エアメールの化身から1977年当時ギブソン側の戦前戦後の楽器のきちんとした資料がなく、よく検証せずに回答された可能性が高いと思います。なるほど。いやでもこれも結構、うん、見識のあるところにだいぶ聞いてるから。そうだ、ね、僕たち出番ないっすよ。これでほぼほぼどうなってるの、ほぼほぼ違いじゃないっていう。今のところ全部違うって言われてますね。あ、最後にすごい答えが来ましたよ。何画像から判断しますと、このギターはギブソン製ではなく、ニストロムかナイストロムかな、ナイストロムミュージカルインストルメンツ社製で、楽器の名称をギブソンギターとしているものがあると思います。すごっ。ラベルには USA とありますが、作りから見ますとおそらく日本製。はーん、確かにさ、うん、塗ってるとか日本っぽいよね。この指板をでしょ。はい、製造は50年代か60年代と推測します。あー、やっぱだって全然アメリカの匂いがしないもんね、どこからも、うん、ギブソンからの手紙には31年製とあり、うん、その点が謎ですが、もしかしたら実物は見ておらず、うん、シリアルナンバーで推定したのかもしれません。ああ、128みたいなやつで。はい、また指板は黒く染められているように見えますが、うん、ギブソンの場合そのような手法を行うことなく、64年までの指板は例外なくハカランダです、うん、またはエポニー。意外にここが強かったですね。いやー、すごいですね。はい、確かになんかアメリカでこのデザインなくねっていう、はい、ブリッジの確かにデザイン性だよ ね。そして見てください、これがさっき噂にあったギブソンからの手紙です。本当だ、これは1931年製ですと、うん、何を送ったのかね、本当に写真を送ったのね。とにかくじゃあもうこの人生涯をかけて調べ回ってるってことだね。そうですね、ギブソンがさ、うん、これ適当なこと言ってきたからさ、うんうんうん、夢を抱いちゃってギブソンって判断するまでやめれなくなっちゃってるみたいな。これで振り回されてますね。確かに。これもう出てる可能性がありますね、答えが。答え出てますよ、うん、てかもうそれだよね、多分ね。いやもうね、うん、これラベル見た瞬間にあ、これ違うなって思った。だってそのヘンリーさんの顔じゃないもん、そこに写ってる写真。ああ、なるほどね、うん、まあ、消えてるけど。うっすらね。うん。もうなんか幽霊みたいになっちゃってるけど。メガネかけてるでしょ。確かに。え、これでもさ、日本製じゃないかっていう話ありました、ありました。あったよね。はい。それはでもどうなんですか？これはね、これは、昭和の匂いしますね。これはあんまり言えないですね。これは、ギブソンの音を感じないね。最後のさ、お手紙の楽器屋さんがかなり、信憑性高いんじゃない？高いね。あ、まあ味わいがある音はしますけどね、うん、確かにね、これアメリカのカラッとした感じはないかも。気がする。でもそうするとでもね、セントルイスの意味が分かんないもんね。でもあんじゃん、よく日本製でもさ、あー、海外輸出して、いや名前勝手に書いてるとかあるんじゃん。そういうこと、ありえるでしょそんなの。全然この時代、確かにどこにもメイドインセントルイスは書いてないんですよ。なるほど、確かにね、アメリカの匂いが全くしないんだよな。なんか俺それが一番なんか
信憑性が高いような気がするな。30年代のギター匂い嗅いだ時にさ、うん、なんかもうしてたもんね、うん、ギブソンの匂いが。これはね、1977年のギブソンに罪があると思うよ、うん、一人の人の人生を変えてしまったということですか。一人の男の人生をね、狂わせてしまった。狂わせてしまったよ。当時のギブソンがどういう状態だったかっていうか、1977年のギブソンのギターを思い浮かべてくださいよ。なんか何でもやりそう。いやー、こんな結末、これは切ない系のエンディングだね。いや、ムードはいいんだけどね、クラックの感じとかねえ、うん、あとガードがまさにギブソンっぽいんだよね。L シリーズなのが。いや、でも確かにこの指板はないわ、これは。そうだよね。で、フレットもさ、このなんていうの、タングがあるタイプじゃなくてさ、うん、もうズボってはめてあるだけのフレットだよね、うん、本当だ。だからちょっとやっぱこの辺が国産の感じがするかもね。ちょっと藤田君、ちょっと持ってみてもらっていいですか。こんな遠目に見るとギブソンって言われたら、ああ確かになって思いそうだもんね。トップの雰囲気はそうです。なんかさ、トップの裏側とか見てみたらさ、あの裏紙とかで、うん、なんか書いてないかね。お手側みたいな。よく気づきましたねとか書いてある。まあ確かにギブソンギターっていうモデルなのかもしれないですよね。あ、ヘルクのビッグマウスみたいな。あーね、そうか、そんな気がするよね。有識者の方にがいればね。そうだね、ちょっとコメント欲しいですね。でもさ、全国のハードオファーが知ってるかもね。ハードオファー知ってるかも ね。あ、それ実は持ってますよね。うん、でも確かに分かるもんだね。その細部の作り込みとか見た時に、うん、あれこれみたいな。そう、だからこの系譜にこれないでしょって覚えるもんね、うん、覚える、うん、ということで、ということですね。はい、なかなか厳しい結果かもしれないですね。はい、一番いいのは持ってますよがいいよね。ハードオフで買いましたよね。あ、そうだね、うん、コメント欄をね、はい、コメント欄楽しみにしてます。1977年にギブソン社によって、これはギブソンですと、1931年製のギブソンですと、言われてしまったギターを、うん、実際にギブソンなのかどうかちょっと検証してみました、はい。見る限りギブソンっぽくないという、そうですね、はい、判断に至りました。はい、はい、ぜひですね、このギターの詳細わかる方、はい、はい、有識者の皆様はですね、コメント欄にコメントいただければ、この依頼者の方もですね、心が少し、そうですね、穏やかになるかなと思います。はい、はい、ファンコーさんでした。ありがとうございました。